今ですね、神戸市西区月ヶ丘に来ています。以前覚えてらっしゃいますでしょうか、俺たちカレー部の取材で、カレーパン買いました。その時は今日別のカレー屋さんが出てるみたいなんですけども、これはあの実証実験として店舗が出ているのと、まあ、合わせてですね、以前もちょっと動画撮ったことがあるんですけども、バインミーっていうあのパンを作っておられるお店、これがアンコムチュアです。アンコムチュアさんのパンが美味しかったのででしょうかね。豆乳スープとか今あるんや。ご飯のおかずにって、これこういうおかずだけも売ってるんですね。1000円で。こんにちは。こんにちは。あの恥ずかしい。いや、あのバインミーのお店の方がいらっしゃいましたんで、ちなみにね、この中やったらどれがおすすめですかね。アンコムチュアの看板商品は、神戸ポークのレモングラス焼きなんです。これですよね。はい、これこの間の私アシアの時にいただいたやつですね。あ、そういうこだわりもあるんですね。写真がね。あ、これね、はい、神戸ポークのレモングラス焼き。はい、これはもう地産地消を目指して、はいはい。独自を見せるものでやろうと思ったので、はい、神戸ポークにこだわってこのメニューが生まれたんです。なるほど。で、あのその時私芦屋で食べた時にはあのプリンはあったんですけど、はい、今このスープもあるんですね。色は新しい商品ができて、寒くなったので、あのちょっと隙間時間に自分が飲むためもあって、なるほど。暑い時はベトナムコーヒー、はあ、アイスコーヒーだったと思うんですけど、はいはい、それをやめてこのスープ、なるほど。もう毎回違います。毎日スープは違います。はい、ちなみにあの私ね、前回行った時はこれが売り切れっていうかその日なかったんですよ。はい、今日はあるんですか、このそばシーソー。はい、あ、サバや、そばちゃんはそばサバシーソーね。はい、あのじゃあ私すいません、前にこれ食べたので、はい、じゃあこっちを一ついただけますでしょうか。はい、お願いします。オーナーさんって言ったらいいんですかね、店長さんって言うのかな。いや、なんだろう、店じゃないですよね。私もなんか自分でよくわからないんですよ。はいはい、あのちなみにテレビに出た反響ってやっぱり大きいんですよね。大きいですね。え、あの今でも、うん、あのはいはい、ニュース見ましたっておっしゃる方と、はいはい、YouTube でも見ましたっておっしゃる方と、なるほど、内容同じなんですけど、あのいらして、はいはい、もうあれ放送が、放送も2ヶ月、うん、あ、半年ぐらい前ですか。ゴールデンウィークだったので、はいはい、5月でしょ。5月にデビューで、はい、4月末デビューで、はい、5月、いまだにね、ですよね。はい、これ手作りなんですもんね。あれですね、柔軟と言いたい。まあまあ、いやいや、そんな風に言っていただけるなんて。これ今ここでサバ焼いてるんですか。そうです。あ、サバのいい匂いしますね。サバの匂いすごいしますよ。うん、私サバサンドも好きなんですよ。同じです。同じです。ね、調味料がベトナムとかも使ってるだけで。はいはい、同じです。なるほど。あ、もうできちゃいましたか。できました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと一旦カメラを止めてお金をお支払いします。何もお伺いしてたんですけども、お店の名前はアンコムチュアですね。はい。はい、で、アンコムチュアアシアバインミーの公式インスタグラムがあるんですよね。ございます。はい、そこで出店のスケジュールとかも発信されてますんで。本当に皆さんね、ぜひ来てほしいですよね。今ですね、お隣の方が豆乳スープを3つ頼まれまして、はい、声の出演をいただいております。こんばんは。こんばんは。地元の方で結構このキッチンカーを利用されてる。そうです、ね、あのいつも楽しみに来てます、ね、これ神戸市の実証実験ですもんね。そうですね。で、前回あの私が俺たちカレー部撮ったっていう話をしたら、うん、そのカレー部さんのカレーパンも買ったという。あのカレーパン美味しいですよね。カレーも美味しいし、カレーも美味しいです。はい、あ、そういえばね、カレーも、うん、ここの割引券みたいなのがネットで知ってます。あ、はい、はい、知ってます。あ、さすがです。あれね、探しにくいんですよ、正直。そうなんですね。URL がなかなか見つからなくて。そうなんですね。でも、あのスケジュールにね、
あんこ餅屋さん入ってらっしゃらなくて、あ、うん、入ってなかったです。別ですか？私ね、なんだっけな、うん、あのスケジュールが決まるのが多分10月の中旬、はいはい、上旬か中旬ぐらいだと思うんですけど、その後に私が、そうなんですね、はい、月が丘出てくださいってなって、なるほど、お肉しか来へんのかな、ね、今3つね、そうそうそう、あの結構ないやろ、今私はサバサンドいただいてます。サバサンド食べながら、これが出会いですから ね、 ですね、ね、あのさっきのその俺たちカレー部さんの、うんうんうん、あの可愛らしい女性の方がいらっしゃって、さゆりちゃん、あ、さゆりちゃん、あ、そうそう、あ、めっちゃ喋りますよね、あの辛いものが苦手なんですよ、よあの YouTuber できますよっていう話をしたら、あのこのバインミーの、うん、店長さんもご存知で、本当ですか、そうなんです、もうカレーも大好きで、もあの部員証持ってます、ああ私も部員証持ってます、一緒ですね、部員証仲間ですね、仲間です、だいぶ溜まってます、全部しなきゃ、そうなんだ、なんか SNS 上げると、あ、なんだっけ、部活じゃない、なんかありがとうございますってちゃんとフォローして、他のお店の宣伝ばっかりしてる。活動報告、ありがとう。活動報告。夏のほどね、部活報告ね。部活のね、部員やから、ね。部員やからね。私、あれ、カードもらったけど、これであなたも部員ですって言われて、一瞬、大丈夫かな、ちょっと嬉しかった。え、1回しか買ってないと部員になっていいんですか、そう、いいんです。しかし、あれですね、大人にすごいですね、親子連れの方がね。そうもね、ここはチラシに載ってて、あ、なるほどね。子供たちが、鏡弁当みたいな、はいはい、なるほど、チラシをみたいな、私もそれで買い皆さんね、やっぱりね、割引券持ってらっしゃいますね、うん、今見たら、でもこの割引券のないあんこむちゃんもこうやってお客さん来るんですから、すごいですよ、いやなんかむちゃかわいいですね、拾わせていただいてます、ちなみに、ね、あのこの店長さん、あ、パクチーやりたかった、パクチー頑張らない、あのテレビに出たんですよ、でそれが YouTube にもアップされてて、すごい、あれ100万回以上再生回数ありますよね、ものすごい、何でしょうね、あ、取材慣れもされてる、スープがセットだから1個1600円、あ、セットなんかあるんですか、セットとこのミルクが、はいはい、プリンで1000円っていうセットなんです、はいはい、100円お得、なるほど、照り焼き、はちみつ照り焼きチキンを頼まれました、はい、皆さん、はい、バインミーも美味しいですよ、いらっしゃいませ、ごめんなさいね、あのお忙しい時間帯に、あ、とんでもない、仕事帰りなんで大丈夫です、はい、ありがとう、また、皆さんバイミーをこれからもよろしくお願いします、ありがとうございました、あの皆さん撮影の許可をいただきましたので後ろから撮らせていただいてます、あら、かわいい、あ、え、子供ちゃん映してんかな、モザイクも、あのそういうことが私できないんです、技術的に、皆さんはこのお店の方がキャストに出てたってご存知ですか、あ、あのキャスト海水の陣で YouTube 検索したら出てきます、海水の陣、それはこのキッチンカーを作り始めたタイミングだから、まだスタートする前です、またよかったらご覧ください、豆乳スープえらい人気ですね、温まりたい、さっきの方もおっしゃってました、最後ですね、早くなりましたね、5時半ぐらいになったらもう日暮れますもんね、豆乳スープってめっちゃ洋さん作ってきたんですか、今日は寸胴にいっぱい作ってきました、はいはい、まあ、今日はね、あの私神戸市西区の月ヶ丘でこうやって取材をさせていただきました、あんこ餅はアシアバイミーは、あのとにかくインスタグラムで出店のスケジュールを発信されてますので、皆さんぜひですね、そこを見てお店に来ていただけたらと思います、ありがとうございました、またあざーす。